SES、えー、のね、えー、会社に入ったのになぜか、えー、家電量販店で働いているというねなんか最近ちょっとちらほら、えー、聞くんですが、えー、ちょっとね、えー、身近であったので、えー、ちょっと調べてみたんですよね、うん、そしたら、えー、まあ簡単に言っちゃうと、えー、未経験という餌をね えー、餌で釣って、えー、家電量販店にぶっ込むってことなんですね。簡単に言うと。えー、それでまあ、なんでそうなのかっていうと、まあ、簡単ですよね。家電量販店の販売員さんが、えー、まあ定着しないっていうか、ブラックだからなんでしょうね。もし、えー、待遇が良ければ、えー、まあちゃんと正社員でね、えー、雇えば、 いい,はいいだけの話なんですが、まあえー、まあ家電量販店の店員ですねまあそこに、えー、ぶっ込む人材を探すのに、えー、未経験のエンジニアっていう餌をね使うっていうことらしいんですよね、まあ、これがまあよくできてるというかいろんな業界とセットになって元締めがあるっぽいんですねまあ システム的にね、やってるんですが、まあ、どこが大手ってわけではないと思うんですが、まあ、やり方がね、非常にね、えー、汚いなというのがね、ありましたんで、そのちょっと仕組みをね、お話ししたいと思います。まあ、えー、いろんなものがセットになってるんですが、まあ、えー、SES 未経験で、研修付きで、 えー、昼間は、えー、家電量販店で働いて、えー、夜、えー、勤務時間外ですよ、もちろん。勤務時間外に、えー、オンラインで研修してくださいっていうのはね、えー、まず、まあ、誰もが思い浮かべるパターンだと思うんですよね。た、ま、だ、このパターンはまだね、優しい方ですね。で、一応なんか、えー、検索して出てきたのがね、ジモティとかにね、載ってるんですよね。で、えー その子の話を見ると、えー、上京してね、えー、仕事をしながら IT を学びませんかみたいなのがジモティとかに出てるんですね。で、まあえー、昼間は働いて、夜はオンラインで研修を400時間ぐらいみたいな感じなんですね。だからまあスクールはですね、えー、自分でお金を何十万って払って、 働かないで、えー、まあ、えー、研修を受けるのに対して、こちらは、えー、働かされて、さらに研修を受けるっていうね、まあ、ダブルワークっぽくなってて、えー、そもそもその、えー、研修受けてる費用っていうのは、自分が働いた分から出て、出てますんで、これは、 スクールをさらに輪にかけたようなね、えー、ブラックだなっていうのがまずわかるんですよね。で、まあ、こんな働き方をね、えー、推奨する会社ですから、えー、例えばその研修期間、仕事をしてますよね。まあ、プログラムの仕事ではない。そのプ,プロ、プログラムの仕事をしてない時間を、 えー、無駄に、こういう会社は使わないと思うんですよね。えー、例えば、えー、Java をね、えー、研修してて、昼間、えー、携帯をね、売ってたり、とかネット回線売ってたりとかしてた場合は、えー、Java、えー、半年とかねか、かけるっちゃかけますよね。嘘ではないけど嘘ですね。えー 仕事をしてって、だから Java では仕事はしてないけど、えー、仕事はしてましたみたいな、ご飯論法みたいなところですよね。えー、まあ、えー、これはね、書いちゃうっていううに話を聞きました。で、えー、そうするとですね、えー、まあもちろん、いろんな会社を挟んで、えー、出すわけですよね。えー、派遣。 す、えー、するわけですよねそうするとあまあ使えないわけですよね。で12ヶ月で切られてまた戻ってきて、えー、じゃあ勉強足りなかったからまた勉強のし直しだねっつってまた、えー、家電量販店で働かすと。でまあこの家電量販店に直で働かせないでその家電量販店の子会社、えー、家電量販店にスタッフを、えー、派遣するだけの、えー、子会社っていうのがあって。 あそこにまあ丸投げしてるわけですよね。だからもうものすごいこうこ、えー、下請け、搾取構造ができてると。で、これさらに、えー、これに状況っていうのが一個入ってくるみたいなんですよね。だから状況して、えー、当てがないから、うちで仕事も研修も圧っしますよと。そして、えー、研修費用はタダですよって、タダではないんですけどね。あの、働いてるから。それを、 研修っていうのは基本研修だけですからね。えー、その、なんつうんですかね。<laughs> その研修期間中に他の仕事をははさせるっていうのは研修じゃないですよね。えー、まあそれもね、結構嘘なんですけど、えー、で、まあ研修と仕事を両立させて、まあさらに、えー、仕事だけではなくて生活面ですね。えー、まあ、 多くは、ね、シェアハウスをねあてがうみたいなんですよね。もうだからこれはもう逃げられないわけですよね。その会社に一回関わっちゃったら、えー、住む場所もなくなってホームレスになるしかないっていう状況に追い込んで、まあ、そもそもシェアハウスってそのための目的ですからねこういう会社にとっては。なのでまあこれは現代版タコ部屋と同じなんですよね。昔は、えー高度 経済成長期ですよね、えー、その工事現場の横に、えー、プレハブみたいな掘ったて小屋を2階建てのね建ててそこに、えー、もう1人1畳半畳ぐらいで雑魚寝してたして生活をしてた半場みたいなね、えー、そういうのが、えー、たまにね、えー、映画とかに出てくると思うんですがあれの現代版といって差し支えないですね。 えー、ちょっと、もしこのループに入ってしまったら、えー、抜け出すのは難しいんじゃないのかなと思うんですね。で、まあ、自覚してない可能性がありますよね。その、やられてる方ね。これが普通なんだっていうね。えー、ちょっと、これは、 まあどこかでね、声を上げないといけないんじゃないのかなと思いますね。まあそもそも量販店の販売スタッフがブラックだって話から始まると思うんですけど、まあブラックな仕事っていうのはやめた、なんつうんですかね、なくなってくれないと困るなって本当に思いますね。えー、別にいらないですよね、量販店の販売スタッフなんてね。 なんですが、なんか知んないけど、えー、そこに派遣するとお金が出るというね、いうことなんで、結構またね、スクールビジネスに続いて結構驚いてますね。まあ、要するにこう、何でもいいわけなんですよ、ネタはね。ネタは何でもいい,い,いんだけど、とにかく、えー、そいつをね、割のいい、えー、ところに、えー、出して、 そして、えー、上積みを跳ねて、えー、ずっと買い殺すみたいなね、ビジネスが横行するっていうのはちょっとね、まあ許せないかなと思って、えー、まああんまりこの話をしてる人はいないと思うので、えー、とりあえずね、えー、上ぇ、あげときたいなと思います。